2つ目こちらです。じゃん、すごい人っていっぱいいるじゃん、はい、ということで、はい、建築のお仕事をしようと思った、きっかけというか、もともとはどうだったんですかね。もともとは絵を描いたり、なんか映像を撮ってみたりとか、グラフィックとか、はい、そういう仕事に就きたいなって思ってたんですけど、はい、高校生ぐらいまでそう思ってたんですよね、それでただグラフィックとかってこういろんな雑誌見たり、こう本の想定見たり、ポスター見たりしてもなんかこうすごいかっこいいデザイナーの人がいっぱいいて、すっごい人いっぱいいすぎて、でなんか自分がそういう仕事しても、多分食べていけないんじゃないかなって思ってすごい人が多すぎ て自分が入っていっても難しいんじゃないかなと、それで、はい、僕は札幌で生まれ育ってるんで、あんまりこう建物、札幌の建物を見て、はい、なんかこう度肝抜かれたというか、こう目から鱗みたいな体験があんまりなくって、これは多分東京で生まれ育ってたりすると、なんかこんな建物ありなのみたいなことが、もしかしたらもうちょっと身近にいっぱいあったのかもしれませんけど、札幌だったので、なんかこう建築はまだいろいろやりようがあるんじゃないかなと。しかもなんか絵とか描いて、おいらの好きな絵も描けそうだし、描きながらなんか仕事にちゃんとなりそうだなと思って、建築の勉強してみようかなというふうに思って、大学行って、大学でそちらの勉強をされたと、でも大学行って図書館とかでこう建築の本いっぱい見てみると、建築もやっぱりすごい人だらけで、すごい人いっぱいいるじゃん、やっぱり建築もって、っていうことが分かって、はい、いや建築も大変だなって思ったんですけど、せっかく大学入って、建築のコース来ちゃったんで勉強してるわけですから、それだったら設計に携わるような仕事をしたいなと、いうことで、この分野に見置くことになりまして、またその本でよく見ていたような有名な先生につくことができたっていうのもやっぱりラッキーだったなと思うんですけど。そうですね、大学卒業して、まだ就職も全然決まってなかったんですけど、ちょっと興味ある人がいて、で、北海道出身の方 で、で東京でずっとやられて、札幌に戻ってきて何年間か事務所やってると、でその人の作品が雑誌に出てたんで、まずは自分が学生の時にやった課題とか、コンペに出したものをこうファイルに入れて、ポートフォリオっていうんですけど、その一冊まとめて、で電話して訪ねてったんですよね。売り込みですよね。そうですね、自分もこんなんですけど、みたいな、でいろいろお話しさせてもらって、たまたまなんか最初の年はこうアルバイトっていうか様子見で1年間働いて、で次の年から正式に働かせてもらって7年間、そこで勉強しました。もうがっちりと結構厳しい環境だった職場だったらしくてね。そうですね、ボスは厳しかったですね。しっかりもう仕事を叩き込まれて教えていただいて。そうですね、あと先輩、周りの人もすごく優秀な方多くて、ボスはじめ先輩、周りの方にいろいろ教えてもらって、勉強させてもらいました。その後独立されてですね、札幌市内あちこちいろいろな建築を手掛けていくんですけど、作られたものをいろいろ伺うと、私の好きなとこばっかりだったんです。例えば、D&D パートメントとか、大好き大好き。あとモマプラスってアメリカ領事館の向かいのビルとか、あそこもねいいですよね、フレンチレストランとかギャラリーとか、カフェとか入って綺麗なね、建物、あそこも大好き。ギャラリーモンマさん、アネックスってアネックスのちっちゃい方のトンネルの方ですね、いろんなイベントやってますので行ったことある人多いと思うんですけど、あそこもこう入り口入ってからと中に入ってからのこうなんかイメージのギャップというか、そうですね、意表をつかれてね、ちょっとトンネル状のね、そう、あそこもそうなんですもんね、とか、住宅が多いですけど、時々そういう建物も、ね、
作られているということなんですけれども、はい、もう素晴らしいなと、住宅だけじゃないいろいろなそういったね、建築も手掛けていらっしゃるなというふうに思う、赤坂さんでございます、うん、さあで赤坂さんは今後どんなものを作っていきたいのというあたりも含めてですね、3つ目のじゃあキーワードで伺ってまいります、はい、3つ目こちらです、じゃん、